さあ、レンズがね、届きました。はい、こちらですね。よいしょ。いや、箱もね、小さいね。で、まあ、田村さんからもね、お借りしていたものにはなるんですけど、はい、まあ、よかったんでね、買いました。はい。はい。でね、田村さんからお借りしているレンズは、はい、こちらにあるんですけど、まあ、もうこれと全くね、同じものになります。はい。で、ここから開けるのか。はい。で、田村さんからね、お借りした時はですね、もうレンズポーチにね、入っていた状態だったんで、まあ、箱の状態ではなかったんですよね。まあ、なので、まあ、ここからね、開けていきたいと思います。よいしょ。まあ、まずね、保証書関係ですかね。はい。で、開けて、まあ、もうレンズだけなのかな？ですね。もうレンズだけっぽいですね。まあ、なので、ちょっとね、わからなくならないように。まあ、もうこれをね、受け取ったんで、私の方はね、お借りしているレンズの方は、まあ、返してですね。で、こちらを、まあ、ちゃんと、自分のものとして使っていこうという感じです。はい。じゃあ。まあ、全くね、同じものですけど。はい、こちらになりますね。よっしゃ、じゃあちょっとね、語っていきましょうかね。はい、改めましてどうも八乙女です。今回の動画ですね、こちらのね、タムロンさんの、2875のね、G2 ということで、はい、こちらね、購入しました。はい、で、今ね、撮っている、まあ、カメラがですね、ZF になるんですけど、つけてるレンズも、まあ、こちらのね、2875の G2 になります。はい。まあ、今ね、撮ってるものは、まあ、田村さんからね、お借りしたものになります。はい。で、それで、まあ、私もね、同じものを、まあ、購入したよという形になります。はい。で、まずはですね、なぜ、購入したかと、まあ、言いますと、まずね、まあ、いろいろと、まあ、あるんですけど、で、まずはやっぱりね、このサイズ感ですよね。軽量コンパクトというところで、まあ、やっぱりね、第三元レンズで、このね、サイズ感っていうのは、まあ、非常にね、メリットかなというふうに思います。はい。で、あとはですね、やっぱりね、価格ですよね。はい。なんといっても価格。はい。ニコン純正の、2470についてはですね、もう27万ぐらいするかな。はい。まあ、多少変動あるかと思いますけど、まあ、それと比べてですね、こちらのレンズは、10万ちょっとでね、買えるわけなんですよ。はい。で、しかも、ニコン純正の、2875よりも、今ね、下がってきてまして、はい。それよりも安いという状況になっております。はい。というところもありまして、まあ、そのね、軽量コンパクト、まあ、価格においても非常にね、優れてますし、あとですね、私は結構気に入ったポイントでいきますと、このね、AF の速度ですね。はい。まあ、リニアモーターを使ってまして、これめちゃくちゃ速くないですか？まあ、今ね、マックス速くしてますけど、まあ、これだけね、AF が速いっていうのと、で、しかも、フォーカスブリージングも全然ないですよね。まあ、ほぼほぼ、背景ね、動いてないと思います。まあ、これだけの、まあ、高性能な、レンズがですね、10万ちょっとで買えるというところが、まあ、非常にね、驚きです。はい。で、やっぱね、このスペックについても非常にね、いいですし、で、あと、まあ、細かいところがね、これはなぜかメイドインジャパンで、作られてたりだとか、はい。まあ、そういったところのね、違いもあるかと思います。はい。で、まあ、これまでね、多くの、動画をね、出させていただきましたけど、まあ、いろいろとこうね、まあ、撮って回って、まあ、これが、まあ、気に入ってしまったので、まあ、購入にね、至ったわけなんですけど、まあ、やっぱりね、特に、私の場合は、まあ、動画撮影が、中心になりますので、まあ、それで行くと、まあ、このね、サイズ感も含めて非常に、まあ、使いやすいですし、あとは、まあ、なんといってもね、このね、ズームの、この繰り出し部分が、まあ、非常に短いというところが、まあ、とてもね、メリットに感じております。はい。まあ、なので、本当ね、ジンバルでもね、今からやってみたいと思いますけど、まあ、そこまでね、その、バランス調整をしなくても、
使えるというところはとてもねメリットなんじゃないかなって思います。よし、とりあえず Z8 にねつけてみたいと思います。よいしょ、おー、いいですね。うん、遊びもないですし、いや非常にいいですよね。でまあ Z8 につけるとまあこんな感じ、はいね、まあちょっと細い感じはありますけど、まあこれからね、発売されるであろう、Z6-3 とかですね、それらのねサイズ感で合わせるとまあ非常にね合ってくるんじゃないかなって思います。はい、で今からちょっとねジンバル乗せてみますけど、まあとりあえずねこれで乗っけて、よっしゃ、はい、バランスが取れました。はい、でですね、まあ理想としてはまあこのね、28、75ってあって、だいたいね、メモリ40のところに、してまあ合わせる方がまあ一番ね、ズームを使う場合はまあいいんじゃないかなって思います。はい、まあ、これでもねバランス取れてますよね。すごいね。すごくない？28にしててもバランス取れてる。で、40、だいたい40ぐらいにしてもバランス取れてます。やばいね。75にしたらさすがに、これね、ずれちゃうので、あ、40まではね、いけちゃうね。やばい。すごいね。はい。まあ、75にするとちょっとね、バランス崩れちゃうんで、あー、まあ、これ、十分ね、いけますね、このまんまで。うん。で、これでね、ちょっと電源入れてみます。で、まあ一応ね、オートチューンをして、はい。ということでですね、これで、まあこのズームをね、回したとしても全然余裕です。はい。まあなので、まあこういったところのね、メリットもあります。はい。めちゃくちゃいいじゃん。いやー、これはね、これはやばいよ。で、まあもう28からね、75を、まあ、自在にこのね、ジンバルで、撮影することができるっていうところも、まあメリットなんじゃないかなって思います。はい、ということでね、まあこういった形でね、このタムロンの2875の F2.8DI3VXD-G2 というね、まあレンズになるんですけど、で、これはですね、まあやっぱり、おすすめしたい人についてはですね、まず、このね、レンズ1本持ってたら、まあほぼほぼね、一通り、まあ写真も動画もね、いけると思いますので、特に最初のね、レンズとして購入するのもありなんじゃないかなって思います。はい。で、あとはですね、まあやっぱり、標準のね、ズームよりも明るさをね、求めたいという方はですね、こちらのね、レンズも検討していただいたらいいんじゃないかなって思います。例えばですね、ニコン純正の2470の F4 透視のね、レンズがありますけど、それと比べてもですね、F2.8 となりますので、まあ、それでいくとですね、よりね、こちらの方がボケ感が得られますし、で、あとはやっぱりね、暗いところでも、やっぱりこの明るさが重要になってきますので、そのあたりね、メリットも大きいんじゃないかなって思います。はい。で、私もですね、まあ、いろいろとこう案件をいただいてて、現場によっては、多少ね、暗いところもあって、F4 でね、きつい場面も、まあ、多数あったんですよね。まあ、そういったところを考えると、やっぱりね、この F2.8 っていうところが、まあ、強みになってきます。はい。で、あとはですね、やっぱりこの軽量コンパクトというところで、持ち出しやすいレンズになっているので、まあ、そのあたりも含めて、まあ、こちらのね、レンズを選ばれてもいいんじゃないかなって思います。はい。で、先ほどね、私がお見せした通り、ジンバルにもね、使いやすいレンズになってますので、そのあたりもね、含めて、検討されてはどうかなっていうふうに思います。まあ、ざっとね、まあ、本当に、まあ、私がこう借りて、気に入って、まあ、実際購入したというね、レンズになってますので、それはね、皆さんにも、おすすめできるレンズじゃないと、私もね、買ってないと思いますので、はい。まあ、いろいろとこうね、レンズ選びに悩んでいる方はですね、タムロンの2875のこのね、G2 のレンズも検討してみてください。で、あと、まあ、私が、まあ、ちょっとここどうかなっていうところは、まずね、デザインのところが、まあ、少し、私はね、気に入ってないポイントになります。
ちょっと、やっぱりね、この寸胴型になってますので、まあ、そこがね、まあ、もう少しちょっとこうね、先端に行くにつれて広がってくれると、まあ、よりかっこいいのかなって思います。まあ、やっぱりね、絞りリングだとか、はい、まあ、そのあたりがないので、まあ、その辺のね、まあ、シンプルな、デザインっていうところはいいと思いますけど、まあ、そのあたりがあったらよりね、かっこいいんじゃないかなって思います。で、あとは、AFMF のね、切り替えがないというところになってるので、まあ、一応ね、ここに、まあ、ファンクションボタンがありますので、ここにね、タムロンレンズユーティリティを使えば AFMF のね切り替えを割り当てることもまあできたりもするので、まあそのあたりもまあ使い方次第になってくるかなって思います。まあそれぐらいまあ全然私は不満がない感じになりますね。であとまあ映りについてちょっとね私の感想をお伝えしたいと思いますけど、でまあニコンの純正よりもですね多少ちょっとこう柔らかいね、表現になるかなって思います。で今撮ってる感じでもね、まあ多少感じられるかもしれないんですけど、まあ普段から私はね、まあ、ミスト系のフィルターをつけてるんで、まあ今ね、つけてない状態になりますけど、まあそれをつけなくても若干こうね、柔らかい表現をしてくれるんじゃないかなって思います。はい。でニコン純正のレンズだとまあよりこうくっきりはっきりねする感じになるかと思いますけど、まあその辺のね違いがあるんじゃないかなって思います。それぐらいかな。まあそれぐらいのちょっとしたその写りの差はあるとは思うんですけど、まあそれ以外についてはまあ非常にねまあこの軽量コンパクトかつまあ、価格も安いというところも含めてめちゃくちゃね、おすすめできる、まあ、最初の1本におすすめできる、レンズなんじゃないかなって思いました。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよならー。